ホスです。今回はかっこいいグリッチの背景を作っていきます。簡単にできますので最後までご視聴ください。まずは新規コンポジションを作成します。そこに新規の平面で黒の背景を作ります。ここにエフェクトを適用していきます。エフェクトのフラクタルノイズ、これを適用していきます。パラメータを調整します。フラクタルの種類をダイナミックのプログレッシブにして、ノイズの種類はブロックにします。次にトランスフォームを展開して、縦横比を固定のチェックを外します。スケールの幅を1000にしましょう。はい、こんな感じになります。そしてコントラストを上げていきます。100から300、そして明るさをちょっと下げていきます。こんな感じで、はい、145ぐらい、このぐらいまで下げていきます。次に展開にエクスプレッションを適用します。コードはタイムのアスタリスク700にします。そしたらこのような感じのアニメーションができます。ここまでできたら、この平面をプリコンポーズします。そしてここにエフェクトを適用していきます。エフェクトのチャンネルシフトを適用します。この状態でこのコンポジションを複製して、全部で3つ作ります。はい、こんな感じで3つ作っていきます。で、一番上のチャンネルシフトのパラメーターを、青を取り込む以外は全てフルオフにします。で、2つ目は緑を取り込む以外は全てフルオフにします。3つ目は赤を残して全てフルオフにします。そしたらそれぞれのコンポジションを1フレずつずらしていきます。そして一番上のコンポジションのモードを通常から加算にします。同じように2つ目も加算にしていきます。はい、するとこのような感じでグリッチの背景が1枚できました。そしたらこのコンポジションを1つにまとめていきます。名前はグリッチ1にしておきます。これから同じような要領でグリッチのパターン違いを作っていきます。再び新規平面で黒の背景を作ります。先ほどと同じようにエフェクトのフラクタルノイズを適用します。パラメーターを調整していきます。フラクタルの種類、ノイズの種類は先ほどと同じです。で、ここ2個目はトランスフォームの縦横比の固定のチェックはそのままで、スケールを200にします。で、コントラストを調整していきます。コントラストは700、そして明るさを下げていきます。はい、このぐらいで大丈夫だと思います。で、先ほどと同じように展開にエクスプレッションを適用します。コードはタイムアスタリスクの今度は1000です。このような感じのアニメーションになります。はい、そしたらこのレイヤーをプリコンポーズします。そしてこのプリコンポーズしたコンポジションにエフェクトを適用します。先ほどと同じようにチャンネルシフトのエフェクトを適用していきます。で、複製して3つ作ります。ここはさっきと同じです。青以外すべてフルオフです。2個目は緑以外をすべてフルオフ、最後は赤以外をすべてフルオフにしていきます。で、3つのコンポジションを1フレずつずらしていきます。
上2つをモードを加算にしていきます。そしたらこの3つを選択してプリコンポーズで1つにまとめます。名前はグリッチー2にします。次に再び黒の背景を作ります。エフェクトのフラクタルノイズを適用します。パラメータを調整していきます。フラクタルの種類、ノイズの種類は同じです。そしてトランスフォーム、重合比を固定のチェックを外して、今度のスケールは500、スケールの高さを70にしていきます。コントラストを調整します。コントラストは今回は950にします。で、明るさを下げていきます。はい、このぐらいまで下げます。そしたら展開にエクスプレッションを適用して、コード、タイム、アスタリスクの500にします。はい、このようなアニメーションができます。そしたらこの平面をプリコンポーズします。はい、そしてエフェクトのチャンネルシフトを適用していきます。で、複製して全部で3つ作ります。先ほどと一緒です。青以外はすべてフルオフ、緑以外をすべてフルオフ、最後赤以外をすべてフルオフにします。で、それぞれ1フレずつずらしていきます。で、上2つはモードを加算にしましょう。はい、そしてこの3つをプリコンポーズで1つにまとめます。名前はグリッチ3にします。はい、これで3つのグリッチができました。ここで上2つのグリッチのモードを通常から加算にします。はい、すると3つのグリッチが重なるような感じになります。最後の仕上げです。エフェクトのグローを適用していきます。グリッチ3に適用します。パラメータを調整していきます。好みで調整していきましょう。はい、グリッチさんのグローを調整しています。こんな感じでグリッチさんのグローは OK です。そしたら次にグリッチ2にもグローを適用します。パラメーターを調整していきましょう。はい、今グリッチ2のグローを調整しています。はい、こんな感じで OK です。これでグリッチの背景が完成しました。はい、最後にテキストを打っていきましょう。英語でグリッチ。はい、色を、白にします。で、大きさを揃えて、はい、で、中央に配置して、はい、OK です。これでグリッチな背景の完成です。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。